は司馬が僕である門に入り、当方の術を学ぶ自己の技の未熟を心に感じ、戦勝9年鶴岡八幡宮に100日の参籠をなし、誠の道にかなう剣の技を得て一流を起こして天竜と称し、後に天道流と改め多くの門弟に誠の心と技を伝えた。現在天道流には薙刀術、剣術、二刀、杖術、鎖鎌術、小太刀、関東術等の技が伝承されている。球技の特徴は肩試合であって、勝たせる者がすなわち真剣試合です。今日では17代宗家木村康子先生の指導のもと、文英の頃、
北条仁助、平重信によって創始された抜刀術であり、いわゆる居合の元となるものである。重信は奥州立岡にて剣技の日々万事剣をごとくし抜刀術を創始した。その流に神谷流、一宮流、関口流、長谷川栄進流、欧州一帯から全国に伝わったが、津軽において信政公これを学び精妙に達し、次来古式初伝のまま伝承され、新武装林崎流と称した。大正に至り千葉県之助より笹森純蔵が唯一一人改伝を受け、さらに笹森武二先生が父純蔵より唯一一人改伝を受けられました。
Thank you.